こんにちは、小林佳穂です。本日は音声で失礼いたします。鶏肉を切らしまして、朝から馬肉をいただきましたと、お芋食べ合わせ悪でも美味しかったです。そんなこんなで朝夕酸素を終えて、久しぶりのルチャレンに参加しのパーソナルの方に行ってまいりました。帰宅中です。歩いて40分ぐらいかけて帰宅します。ボバフェットの T シャツ、もろもろ用事を終えて帰ってきて、今やっと今日まともにビデオ映像ムービー何を回してます。いや疲れた。今日は起きて有酸素行って、んでルチャレン行って、でパーソナル行って帰ってきたっていう感じです。今日ローカーボ2日目なのに、まあ割と比較的元気で、なんかちょっとカーボサイクルに体が慣れてきた感は正直あるかなって感じです。まあこのまま体への負担というか、は少なくカーボサイクル続けた状態で当日を迎えられたらいいなと思ってます。体はねどんどん割とこう見えてきたっていうか、なんかいい感じです。ちょっとお腹はなんか今日あんま良くないかな。でまあもう足はこの時間はもうすっかりむくんでるので、今7時半、この時間になるともうすっかりむくむので、もうカットは出てません。ほぼそんな感じです。明日もう一日ローカーボして、18日の日曜日はハイカーボー、イエーイ、ハイカーボです。今日は実はそうだ、ちょっとご飯のルーティン崩れちゃって、もうなんか頭ボケボケしてて、出かけるのにさつまいもを忘れました。あの鶏肉はちょっとストックが私としたことがなくなってしまって、今日は市販のサラダチキンでなんとか賄うって感じだったんですけど、まあ、炭水化物が 50g で収まるものなんて世の中に売ってないので、なかなか脂質をね抑えてて炭水化物を 50g で抑えられるようなものって本当グミ一粒二粒とかしかないので、さつまいもは持って出なきゃいけなかったんですけど、ちょっとさつまいもを持って出るのを忘れてしまったので、はい、グミ食べました。グミとサラダチキンを食べたので、もう今日は帰ってきてさつまいもは食べません。朝の一回だけです、今日はさつまいも食べたのは。悲しい、さつまいも食べたい。まあ明日はちゃんとボケボケせずに。で、今日鶏肉6キロ仕込んだので、鶏肉忘れることもなく、しっかりまたいつものルーティンで食べていきたいと思います。そんなわけで本日の1日でした。あと、今日が16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、1日、あと15日。いやー、豆皮すごいね。トレーニングの証でございます。大会まであと15日となりました。いやー、気持ち的には早く終わってほしいの方が今はもうぶっちゃけ強いです。でもね、最後まであのたくさんの人にお世話になってるし、たくさんの人に応援していただいてます。意外にもありがたいことに。なのでまあ身近なね人ねが主になんですけど、なのでもう出ますって言ったからにはちゃんと今の自分のベストを持って出たいなと思ってますので、もう毎日毎日減量明けてから食べるものの妄想の毎日なんですけどなんか美味しいもの食べた妄想で、なんならちょっと太ったとか、なんかあれちょっとパンプしたみたいな
ふうに思うくらい毎日毎日食べ物のことばっかり考えてます。早く減量終わらせて美味しいものをたらふく食べたいと思います。もうちょっとだ。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。